こんんばは羊ねり細田です。はい、マインドでございます。羊ねり松村です。今週もですね、オーディオブックドット .jp オリジナルスペシャル学びウィークに参加中です。ということで、あの番組ごとにテーマを与えられ与えらて、それでちょっとしゃべる。先週は何でしたっけあれや。なんですか先週は何やったっけ先週は何やったっけ思い出して。思い出そう。これ思い出そう。おじいちゃん頑張って。あるやんう ワキマエル。ワキマエル。すノートレほんまにこれ、めっちゃおじいちゃんなったのは、話し始める前までは覚えてて。話し始めて、精神あれでしたねちょっと時にマジでとんだ。るっきり忘れてました。ほんまにおじいちゃ。ん俺も超やばかったです。おじいちゃやば。で、今週が同じ番組、三人よれば、無駄な知恵という番組の、小村さんからです。で、どうぞ。ケイマというテーマ。はい。コマ 将棋の駒の駒で,でねあんま将棋しない人はもう全く意味が分からんのでしょうけども桂馬、はいまあ、はその、うん、唯一将棋で飛び越えれるんですよねみんな直線上にしか動けない駒の動き方って基本1個1マスずつ進むとか、はい、斜めに1個進むとかだけ、うん、そう一列ねポーンとなんか飛んでしかもそれも。 前に飛ぶとかよりは斜め飛ぶみたいなで後ろには下がれないトリッキーやろうトリッキーなやつなんですよこれをこれだけなんですね。だから桂馬っていう言葉だけそもそも将棋というのはっていうことではないですよねじゃないと思う将棋における桂馬の歴史を語ってほしいわけではないのよ桂馬みたいな人ってのはいますからね世の中にはおるね桂馬みたいな人ってさ本人気づいてないやろうけど その周りから見ると異物としてちょっと扱われてさ生きづらいんやろうなって思うやんな多分なアインシュタインとか桂馬だったんか,な確かに天才型のイメージは俺はだから結構ねその、うん、将棋でいうとちっちゃい方の駒というか,そのなんか、うん、強さで来たら、ね、強いみたいな駒じゃないっていう駒じゃないんやけど、うんはい、相手をそのもうとどめさす時に結構生きる駒なみたいな。 これは多分ね世の中においてもこいつの発想こいつの考え方が発明っていうのはそういうとこかもしれないとどめを刺すっていう意味でわかる発明はいあれ伝わってないかもしてるな見えてもこないしお前も不安俺の俺がケイマ今バニクケイマバニクケイマってさケイマみたいな役者いるじゃん。 ちょっと変化がさ。あった浜田岳君とか、でんでんさんとか、そういうわ、まあ、バイプレイヤーそね、そ<の>ね若手俳優でいったらみたいな人いるけどさ、一般社会でたらさ、単純にめちゃくちゃかっこいいからさ、全員記者みたいな、かっこよさしてんだよ<ー>なる、まあそうか。かっこいいかっこいい。まあ 佐藤二郎さんとかどうかっこいいだってそのさ年加えられたら話変わって若手俳優の話年年なら年は関係なしの浜田岳君ってかっこいい俺が言うのは誰が言うとんでもなるけど浜田岳君かっこいいえ世の中にはそうやろイケメンとは言われへんやろまあでもその芸人はやっぱり桂馬で桂馬合戦やね あ僕らはお笑いじわやっぱさ。あこれいいね先週からお前その。 芸人に落とし込むっていうやり方も我々は芸人ですからそれはもうねこっちの切り口でやっていかんとそうですよ我々はもうだから盤面全部ケイマやん俺らのモンローズの宮本さんとかすごい元気でさ「おはようございます」って言ってネタ出てき大声芸ね元気芸まあ強者みたいな動きしてるね全身一それもさんか芸人で言ったら強者をやるっていうケイマっぷりじゃん あああそうねえて強者をやってるっていうケーマ感ーそう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 やケーマ社会っすわケーマそうお笑いはみんなケーマですだからわ私がやってる関西人というその風亭もケーマです僕はもうもうもうここのお笑いの中で生きていくためのすべてとしてやるる、ね、細田、うん、お前のケーマは何や見つけたか細田 <laughs> はお前のケーマは何やありがとう <laughs> それでは参りましょう 羊ねぎのアラボシリ教習所。あらばしりきょうしゅう改めまして、羊ねぎ細田です。はい。はい、どうでございます。松村でございます。出てないですけどね、アダルトビデオは。ええー、この番組は我々、われわれ羊ねぎが、リスナーを。 もう改め改めて急に何声がきまいにボソボソ第29回やになりますけれども元気出してやりださよなあの先週からの話なんですけど前回のラジオですね 2>, 2週にわたってですかはいはいはいまあ私が、うん、キスをする恋愛バラエティに芸歴一年目の時に出てたということを発覚して まあアダルトビデオ出てたんやで30回近くやってて一番の素材ですもう芸人として盛り上がりそうな匂いで宝物アンナはもう売れるための大事なトリガーにそれが2週間前ですね ちょっと来週詳しく聞かせてくれやって感じで先週第28回でなんかそれについてがっつり掘り下げる感じでそういっ放送というかその動画を見てね感想とかを言い合ったんですあんまり盛り上がんなかったというこれがね驚くことにねエゴさもねそんな増えへんかった通常回ぐらいほんまに俺は お前にちょっとイラついてたそれに関して今日ここに来るまでにまずもっっととやてくれよ告知もあんま告知っていうかそのこれちょっと触れてほしかったし例えばツイッターでそのバラエティシーンのスクショを枚あってこれについて掘り下げますとかなるほどねそう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 そやそう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 うそう お前実際は告知はなんか会社の羊ねりのラジオ更新されましたっていうのを引用リツイートして「聞いたってください」みたいな。盛り上がるかいそんなんでって思って。<笑><笑> いやほんまに俺はマ<ー>先週とっじでマジでちょっと嫌そうやなってこいつあんまりこれは今まだ言ってほしくないですみたいな感じになっちゃってて嫌だけどもう出ちゃったんだからだしゃぶり尽くしてほしいよそれ <laughs> その何残して何残してんだよこいついの <laughs> 下げてください,みたいな,はなんかこう前のめりな感じがなかったからこのいじることに対してだから前回も。いじられることに前のめりはむずいよと思ってた。 いや、だから、それが、な、なんか。マグロ、ンマグロになってたの。まあ、なんかね、そう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 、あんまりこう、あ、なんか、その、まあ、冗談っぽく言うてる。いや、まあ、あんま。これどっちが悪い。言わないでよみたいな。俺の、いじられる態度が悪いのか。わからへん。ここで、ひよる、こいつが悪いのか、どっちや。わからへんかったわ、俺。本当に、正直に言うと。半々ですね。なるほどね。これ。 マジでだって超爆破ねえん俺はねそうよあれはもうあれで俺は心霊キャラを払拭できるぐらいのもう男優キャラを進めていくんやと思ってたら依然として歩みが進んでまだスタートマスに言います。遠慮しちゃ 遠慮しちゃうのもあれだけどまあでも今日言われて自分もちょっと悪かったもんね。来てからまあその先週あんま、まあ、2人でねこれ取る前に言ってたら、うんうん、まあ言ったらお互いの認識のずれを確認して思ったのがやっぱ俺らはプロレスが下手やと <laughs> そのやプロレスいわゆるねあのお笑いでいうプロレスっていうのはまあ台本っていうか受けるためのノリケンしてるんじゃなくて喧嘩するノリ、うん みたいなことでやることはプロレスって言うんだけど、とかく下手。<laughs> プロレスが俺らだ。めっち,ちゃいい素材だったら、今から。<然> <laughs> 刺身。 刺身でもいけるみたいな素材をさ、ちょっとだけ焼いてきて、なんかマジックな生側き生乾きの刺身出しちゃった。切ったない。っちょないっとだけってこうやって出しちゃう。このも魚はスルーもされるわ。こういのに。だこれをね、ちょっとまあ向上させないことにはラジオもやっぱ盛り上がらんし、何て言ったらコンビで今後エティて出た時に跳ねない。 も千鳥さんしかりここら辺修二で言ったらもうその要さんしかりちょっと嫌慮するやつとこれだからほんまについ最近やったオーディションでも言ったらコンビで向こう7人ぐらいオーディションしついておってこう質疑応答みたいなそういう場でもやっぱりもう対1対俺に対しての。 えー、そのオーディションする人との会話、うん、細田との交渉の会話、うん、みたいなでコンビでこうどうおもろいかっていう雰囲気はマジでネタ以外見せれてなくてそこで絡まれへんのよね何かマジで絡まれん正直さ俺にどういう態度で言ってほしかった思いっちゃうラどど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 ど な感じアダビ事件の。アダビ事件の。いや、別にその、なんていうのまあ、いや、おいっていう感じは分かんないけど、その、やめてよの感じは分かんないけど、やめてよの中の時々出てくる、いや、まあ、これはまあ、やめようよの時の顔が、なんか、すごい妙にリアルっていうか、なんか、あれ、ほんまにちょっとだけ嫌なんやっていう、その、こっちに思わす、それはもう、みたいなこれは、まあ、ごめんだな。 だからこうあ,あじゃあもう過剰に俺,俺は最初はその言ってたもんね YouTube のあの動画一番好きなやつバーって載せてこれで感じ行いこうかなって言おうとしたらもういやそれはなんかもうみたいな <laughs> セカンドレイプじゃんとか言うとからさああじゃあもうそこまではやらんほうがええやなみたいな感じ <laughs> <laughs> 最初から間違えてたもんね俺 <laughs> がもう何もなかったな今週もう何も話すことないわにてしておいおいおい,おい みみたたたいいななっだあろ<ー>俺がキスしてたろうみたいなと、ね、こから入ればなんかそのプロレスの雰囲気というかね「あっ!」っていう「ああ<ー>ございました」っていうような入りがったけど俺は本当心で「うん、あっただろう」って <laughs> 言,え言えよって思って。 ところでも自分が言うのは違うだろうって気持ちもあるの。その自分から危機としていじられてをいいじゃないか。く、だかそういうちょっとお互いの本当呼吸の合わなさが招いた一成時代のチャンス逃す。厄介なもんでその松村がいじられる側、俺がいじる側になっても同じように。これがまずいんですよ。どうしたらいいね。マジで。 これだって聞いてる人不安になってくるよめちゃくちゃ羊にってじゃあよくないってことなんてコミュニしーシって何かね合てないってことになるやろそのさ嫌いとかでさ「こいつとやってもおもんないから」とかそこまで行き切ったらそれはそれでいいそういうわけでもんかちょっとだけほんままだ組み立ての空気でやってるあるわもしかして組み立ての空気やでこれ。 だからもうこれはもう変えていこうちゃんともうどう変えていいかも正直ちょっと分からんこれをだからもう達人にプロレス達人に僕らはまたご教授そしてもうねってましたね来週ねちょうど30回なんで30回目の節目ということでゲストに。 プロレス達人といえばもうこの人まあ今をときめく今もうときめくプロ最前線もう要ストーン師匠に再び再びっていうかまあこの俺らのラジオでは初やねんけど一回俺らが要さんの要ちゃん村にゲストいたさせてし、うん、似たような話したもんねその時も <laughs> 出た時さ、あ、一年前ぐらいだったよね。一年前ぐらいやけど。で、なんか、うちは、なんか。うまく、けんできないんです。跳ねませんと。うまく、喧嘩できないんです。跳ねができないんですって言われて。で、こう、こう、した方がいいんじゃないみたいな、かなめさんも優しく触れて。あ、じゃ、あ頑張りますって、一年後。失敗しちゃった。 と年後絶好のほんまにごっつんゴールやったってもうゴールマウスにキーパーおらんようなところ俺らを大きくさ素材が良すぎたんかもちょっと腕がテンション上がる腕がなかったか俺はもうずっと尻尾振ってるだけで芸ができへんかったいやマジでさだからもうこれはもう一度そうなんすよカラメさんにねちょっとご教授 何<な>だったんだろうな何たり、うん、この1年 1> いや先週のあれはいやもうほんまに悲しい悲しい <laughs> 悲しいその悲しいしいなあれが跳ねないのはそうやでもう芸人なんてチャンスまあせいぜい2回3回やん来ても。 一緒に売れるためのあれはもう絶対一回やったはずやんそのうちのそれを俺らもミスミスって私してこれは幸いなこととしてたってあんまり広がらんかったっていうことは これはもうちょう後日回復、うん、田中もテンション上がってて、うん、あれ取るときさあの普段はポッドキャスト1週間, 1> 1週間しか残しませんけど、うん、これは2週間間後に連続にしょちょこれは起爆剤になりますよっていう <laughs> 田中の目の輝きを久々みたいな, <laughs> な最近羊のりさ正直あんまり仲な,ないなみたいな話題になることテレビに出るわけでもないしっていうところのキス見つけた時の田中の嬉しそうな顔と取り終えたときのなんか何とも言わん顔。<laughs> やっぱりやっぱ腰重かったもんな、うん、機材片付ける時の、先週の,あの撮った時の、こんなもんかと、あんなね、アシスト来たのによっていう、ね、これ、な、うんなんだろうね、そのさ、うん、おた喧嘩するべきなのか、あう田中から見てさ、あ<ー>まあ、言ったらさ、今さ、サスペンダーズ、要、えー、さんと仕事してさ、 まあたお互いそういうプロレスの瞬間を見てきて佐世子ですからね田中ほんま面白い人お前すごい石井館長みたいで今やねあっちこっちでプロレス接してそうないだよお前忘れるさん獅子頭さんほんまにお前は今今多分めちゃくちゃ話題になってんじゃん田中という名前が田中にすぐ目つけてくるすぐなんかそうそういやだからなんやろうなこの 二人にどういう活路をさ今後こうやり取りとね二人の何をこう変えていくことがそうこのラジオのバーだけじゃなくて普段からちょっとこれからこうしてみてくださいとかあるなんか一日一回でもいいんでこんなことやってみてくださいでも俺は結構同居人とかにもそうなのよそのやっぱ露骨にだんだんあんまり喋んなくなるあそれはマジで言ってたそのね <うん S 1> 同居人のフォザーさん本当部屋から出てこないんでとかっていう感じではね秋っぽいんだよね多分。 まあ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 ,まあおそれはまあみんなちょっとあるで歩きっぽいっていうのは<れ>お前もなんかさ逆に薄っぺらいじゃんそ, <laughs> そうねこれよく言われる俺もその逆にコミュニケーションをサボってるって <laughs> なそのなんて表面的なワイキャワイキャはすんねんけど深くまで入っていく形のやり方は分からへんねんな <laughs> だからなど,どないですいもうす住む <laughs> とりあえず住むかななんかねみたいなとこ仮 両方右足の靴揃っちゃってる感じうそうそのこれも住む以外なくない。住む系？お互いなんか住んだらでもお互い一万五千ぐらい付き合ってなんか都内のほんまきったないとこでいいから週二日ぐらいはその日お待たせする。本気でイラつくとかが、ああそうないんやで今必要なん俺に対しての憎悪、ホスダに対しての嫌悪とかがもうあんまりなさすぎてなんか興味を持ててないのかもしれない。 えらいもんでな。えちょっと先がエライもんでな。ちょっと待ってなんかなんかお前一歩先行ってる。いやいれはエラちょっと置いてかないで。これはほんまにちょっとそれそれやろかなラジオの企画にもなるかもしれないな。いいですね。なちょっと四月からさ住めるようにさ部屋探そう。えちょっとでもさ部屋探そう。うそじゃんそれも。 いいいやややってるめっちゃ安いとかでもお金の負担になるとさすがにしんどいからマジで余剰一間みたいな狭いとこで言えば刑務所みたいな部屋マジでいやもしリスナーにさ不動産関係の人おったら都内から1時間以内で行けるとこやったら4月5月だなそのあったかくて最悪の宿塾でもいいぐらいのさその ボロボロのテントでもええけどね。別に確かにテント買ってそのなんか都内のそういうのを使ってるとこで、最後の手段っぽくなってそれでうまくいかなかったとさ、もうさなんかお芝居じゃん。どうしたらいいかわからなくなるな。でもまあまあまあ対策療法にはなってるな。 そうね怖いわそれが失敗した時だって俺らって要はさまあネタライブであってライブのネタ合わせするまあたまにその打ち上げがあった時にまあ飲みに行くするみたいなもんでそれ以外のほんまに時間の使い方は皆無やゼロや今までお出かけすらしたことないやんそうやろそういうとこにもしかしたらなんかこうあるんやと思うで鍵がだからやりましょう まずはお出かけからするかちょっと冷静なんでお出かけからしようかまずあお出かけお出かけで2人で単純にレジャーに行くお出かけだわそうまあ映画でもええし時期が明けたらカラオケでもええし共通の趣味を持ってああそうそうそうなるほどねまずそこから入り口始めようかでそれでまだにちょんさっちも1回だったら部屋借りようだんだん日数だなうん2泊3日そうしましょううんじゃコロナ明けで ちょっとはい遊びに行きましょうお台場行こうお台場行こうか遊び行くのジョイポリス行こうかジョイポリスってさ遊びたくて行くもんじゃこんなふうにさその。 民間療法みたいな形でさ言ってさ会話もするよ別にでさ普通に笑うこともあるよそれでさんかお互いうっすらさこれでいいんかなって思ってる感じとかすげやその二人のさレジャーもさんか治療っていうアイデアもまっく踏み込んでない可能性あるよ 治療のために細田にちょっとこづいたりさ細田に何か意地悪したり <laughs> そう全部治療,<ー>治療その感じでもちょっと苦手だわってなってしまってるかもしらんから、あのー、そのオーディションの時とかも <laughs>、うん、そのなんかじゃれ合うをやろうとしてじゃれてきてる感じが苦手なのかもしれない、うんうん、でも結局、うん、それを気持ちよくできるかどうかが、うん、プロレスが上手くなるかどうかの鍵でしょうね岸田乃さんとかも岸田さんって同級生 同級生中学あやっぱそうか同級生はそんなやっぱあれプロレスなんかな、まあ、ガチ総合格闘技みたいに見えると <laughs> <laughs> そうやんか治療という概念の元やってしまうと結局深まらへんな、うん、岸高野さんもちょっと今後呼ぼうああそうねガチ喧嘩し著名人とやっぱ仲人はいるかいきなり二人やともう,そうかもなただただ気まずいだけでお互い無理しちゃうから仲人、うんうん、的な人を お互いをそれぞれうまく回してくれるような芸人さんでもええからちょっと入れて普通に3人で遊ぼう1回確かにそっからやでよし合ってる合ってるかなこれ合ってるんか合ってるか俺らが今行こうとしてる大丈夫だとラジオ向上委員会を今やってんだけどさ松村っているそういうさ例えばガチでプロレスし合う仲みたいな人誰 あ先輩にいじられて返すとかはあるけどうん、うん、そのさうまくいってんのか分からんけど、うん、こいつと会ったらいつもプロレスやってるっていうのはもう加害の加薬やねあ<ー>あいつとはもう3四4 0分プロレスやもんなやってたやってたやろこの前も。楽屋でその あこの2人の会話終わったら松村にちょっとネタの話しようって思ってたら、うん、40分ぐらい経ってて萱君も折れへん <laughs> ずっとやってくる <laughs> あいつあいつはうまい逆に俺や君がうまいのかもなうまいかもしらんかしくねまあまあコントやからさ言ったプロレスもやっぱコント名人<ー>コント男優の,そのやっぱ腕なんかも知らんけど途切れプロレスが。 俺も喋れるもん、加<う>く君と多分。あのー、加く君のプロレス止めたんだって放だ、ホ送でもういつまでやってんだよってもう、長えなみたいな感じでやって、やめたもんな。やっぱり俺が下手なの、プロレス名人やろプロレスが嫌いなのかもしれない。<laughs> <laughs> 下手っていう。そうなんかもな、<laughs> プロレスが基本的に好きなんじゃ。だって、普段<ー>やらへんかとダイレクトカットやったその なんかうまいこと言い合いとかの方をやってるのかもしれないラップバトルみたいなことなってなんかなお互いのそのリリックをこう聞かせ合うだけじゃあそっちになってるかもなうん殺し合いしてないかもなそういうことかもななるほどちょっとプロレスウィークでプロレスウィークをマジで作って緊急宣言明けで早速行きましょう お出,かけしお出かけしてまあもちろんその話もラジオに持ってこれるしちょっとさだまださ千鳥、うん、さんのロケみたいにさ、うん、なんか。 山行くだけであの二人なら盛り上がるとかあるじゃん。あまあそれは早すぎるから、本当に楽しい場所に行こう。そうそうそう <laughs> 普通にまずは楽しいがある場所そうそうそう楽しませるに特化した。うん、楽しいを見つける作業から。そう,そうそうそう。お前多分携帯とか見れろ、山行ったら。<laughs> 山でアプリとかするかもしれない。<laughs> それはか。そんなんだろうん、そんなのせ一緒に楽しめる場所から行きましょう。 聞いてくれてる教官の皆様もそういう場所におすすめのスポットあれやったら女子しか行かんような場所でも絵でなんかスイーツの回転寿司みたいなとこあるいは原宿とかああいうの行くとかってそんなことになってんの今世の中そうそうそうあるらしいから気持ちいいかでも絵で無理やりんか2人のためにここおすすめですがあきてますもだでも本当そうやったの関わり合いがなんかねあれだよなセックスレスですね あそういやセックスってまだまだしてない、ね、<laughs> まだ俺ら手つないだぐらい多分なこれがこれよくないな確かにそうそうだここをちょっと今後は変えていきましょう頑張るんご頑張るんごで来週のめさんにもご教授いただこうめ、はい、さんに質問あったり、うん、その僕らにめさんに聞いてほしいことあったり 言ったら全然それも送ってくださいしますはいということでお時間どれぐらいになっています今今二十五分ぐらいにあまあちょっとねあと。 最近あった話あああのユニットライブプロジェクトニュースでメンバーの総選挙みたいなのがありましてね一定期間でまあほん AKB の総選挙みたいな1週間ぐらいかなプロジェクトニュースのメンバー個人個人にコンビじゃなくて投票するっていうメンバー3 3四人いる中で最下位が発表で羊毛に松村そろしないこんななあ 人気なよ去年もやってんのよ。去年の最下位は28票やねん。そう <laughs> 大きく上回る最下位今年はそのその総投票数がそう34倍になってたねすごいよな総投票数4千何百票の中の俺はもうその8を今探してんねんもう一生大好き俺もうあの人だって絶対ご飯行くって決めて,ん決めてん発表の人が俺ラジオ聞いてんいんだね俺にあの DM でもいいしあのー ツイッターのリプでもいいからください。私発表のうちの一人です。ご飯行きましょう。ね、皆さんにはもう感謝しかございません。コロナ禍とか関係なく。関係ない。もうあなたとご飯が行きたいです。本当にこれでも発表って言ってさ、ほんまにいやじゃあじゃあ細田はって細田も19位とか。あんまり人気。これもあんまり。これほんまにこうどうも人気がない。19位。いや忘れちゃった。今さコロナで出待ちとかもないじゃん。全然。 お客さんたち人気を図るのがあんまないのうああまあ出待ちの数が分か言ったら受けだけううんん。人気ないの忘れてた自分が人気ないの沈む船や俺らコンビとしてうまくいってない人気もないってな何やこれおい不安にさしてどうするってこれ聞いてたお前解散するのかなって思うなんか聞いてたらこっからよこっからのほんま料理ねまだ始まってそうまだ始まってもないと思ってもらったらいいですよ僕らね主要が見つかったと 病そうそうがんか体調が悪いのはありましたけどこれがね全身に巡ってしまう前にここで立ちましょうここは僕らが悪いとこ立ちましょうそういう意味でも田中の意見ももうね一番そばで笑って見てくれて今日は出てない今日は大丈夫今日丈めちゃくちゃいいです田中がさほんま鉛みたいにマイクのコード片付け見たくない っていうかマイクのコードそんなに重たいかっていうような片付けが進まんみたいなやっぱその時のさ最後田かってエレベーターまで送ってくれるやんありがとうございましたってほんまに首曲がってなかったもんね最後挨拶おぞしゃのおぞしゃのいつもやったら深い腰からこうおぞしゃっっていうもう首がちょっと硬くなって <laughs> うん、そんな田中をもう見たないね<れ>は俺はその結果忘れるさんとラジオをやり始めたしやっぱ俺らが田中を満足させれたら、うんうん、こんなあっちこっちがいいかに <laughs> や<っぱ>り <laughs> 田中の一斉一代のプロジェクトで始めたラジオバトルのチャンプが確かに、ね「 あんまりうまくいってない。何やっていうフラストレーションをいろんな芸人抱いて和泉さん、僕を数で埋め合わせしようとしてる。俺らがもっとこれうまくいくことこれはそうだね。田中の心を本当に埋められるのは俺らだけだよ。1000年うそ結局田中は満足できてない。他の人とやろうと思う。俺ら、いくらサスペンダーズに抱かれる抱かれるとも違う。ここや。だからそのために俺ら変わるから。

ケイ馬とか考えてこいよ話みんなあ、細田変わろうとしてるで。始まったで始まった変わってるでその態度取られたら行きづれー言いましょうねまたいろいろどしどし送ってくださいはいおきでございました